お疲れ様です。お疲れ。清水さん、はい、靴下履いて。いや、疲れたの今日も。あの以前、うん、あの匿名ぺこぱでも、うん、あのちょっとあの私服、うん、これダサいって言ってたじゃないですか。あ、でも俺あれから結構気をつけて、あの家出る前鏡で見てから来てね。あの時、はい、結構改善されたんで、松陰寺さんもちょっとはこう洋服に興味持ったかなって思うので、最近ちょっと、うん、ちょっと今日のファッションポイントをちょっと見せてもらってもいいですか。はい、まずこのズボンですね。うん、ちょっとこうダボっとしてて、はい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 。でまずここのポッケがやっぱ多いっていうのが、ポッケが多い、はい、まずここにあるんですよ。こういうズボンなんていうか知ってます？カーキですね、これは。はい、カーキですね。それ色の話ですね。え、こういうズボンですね。あ、違う、カーゴ。お、そうです、カーゴパンツ。おお。で、カーゴは、はいはいはい、まずここにポッケ普通あるじゃん。はいはい。で、もちろん後ろにもあるでしょ。はい。ここにもあるっていうのがやっぱすごいんだよね。これがやっぱカーゴのすごいところですよ。と、あとこう、太いんで、うん、やっぱこうしゃがんだ時に、うん、こう、四股を踏む時にやっぱこう、突っ張らないっていうか。本業ですか？え、本業ですか？いや、相撲ですじゃなくて、おう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 おお、だから余裕があるっていう。ああ、うん、確かに松陰寺さんピタッとしたのとかちょっとガサツだからね。そう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 、ちょっと破けちゃうもんね。で、松陰寺さん、これが今日のポイントで、はい、下は太いのに、うん、上はちょっとタイトに着てるっていう。へえ、どうよこれ。そんな人います？え、そういう合わせ方っているのかなと思って。いや、もちろん物はすごくいいんですよ。上もね、なんかナイキのスポーツ系の、そうそうそう、いや、かっこいいの。俺もそういうの欲しいな。今日俺めっちゃかっこよくないこれ。いや、まあ物はいいんですよ、うん、物はいいんですけど、ちょっと合わせ方がせやん。なんかこうやってちょっと遠くから見たら、こうドカタの兄ちゃんがこれから帰るみたいなちょっとドカタの兄ちゃん感出んのよ。いやいや、え、俺めっちゃいいと思ってきたんだけど、今日多分言われるなと思って。お、今日いいの。あ、本当？いや、これシンプルに下の色濃いから、なんか上のナイキとかで合わせるんだったら下も黒でちょっとこうスポーティーな感じでやった方が、多分上下黒だとめっちゃ似合うと思う。ああ、たまに渋谷さんが着てる、そう、セットアップとか3本線の細いやつ、 すっごい極細だね。3本線の細いやつって3本線より細いみたいな。え、じゃあここもっとこうでいいってこと？いやいや、その細いとかじゃなくて、色味かな。分かった。ん？短パンやん。あー、やめてやめて。俺でもこれ昔をやってたやん。いやいや、まあ、こう引っかかるけ、こうさ、はい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 。短パン、あ、ええやん、これ短パン。あー、まあ、まあ一つ言えるのは、直ちに下げてくださいでもこれスニーカーだったらよくない？でもあれだよ、こう、うちらが若い時はちょっとそういう裾を上げたりとかするとちょっと喧嘩売ってるとか、そういうのあったからね、昔。かかってこい。うわ、うわあ、エア暴力。うん、お、あ、これは変化さす。あと、オチが見つからず言うんじゃねえよ俺も。いや、そこでこうグッて自分でやられてっていうのあるんじゃん、時を戻そう。うんうんああ、自分がやられちゃった。自分を戒めてる。つまりは俺の拳が強い。うん、なんかあかんかこれ。なもったいない。いや、物はいいんですよ。物はもちろんかっこいいのよ。俺もそういうの欲しいもん。でも、しかも中もちょっとこう、こういう、え、何それ。これは、うん、これなんだっけ、テロテロの、あれね、エアリズム。エアリズム、エアリズムヒートテックナイキ。うん、いや、そんな着方する人いる？エアリズムを、なんで大関さんダブル、ダブルで着る普通？なんでおかしい？え、普通じゃない？ほぼ、まあ、いいのかもしれないけど、肌着だよね。だけ、要はここは開けませんよってこと。見せない。ああ、なるほどね。うん。なんで誰も全くしてない。ちょっと、松陰寺さん。ああ。全く進歩してません。いやいやいや。俺今日いいと思ったんだけどな。服たちがかわいそう。すいません、ちょっと皆さん本当に本当に匿名ぺこぱでいろんな人にファッション教えてもらったのにうまく着こなせずにすいませんでした。ちょっと次からまた頑張ります。ちょっとまた抜き打ちでやりますからね。はい、と思ったけどな。はい、すいません。じゃあみんな、ま
ちなみに僕はこんな感じです。かっけえなおい。まあまあでもよくこのセットアップはちょっとお気に入りで着てるんで、うん、でちょっとこうスポーツブランドね、こう一個バーンと、これで無地でもいいんですけど、まあ、あえて僕はちょっとこの一個インパクトを残したかったので。でもこれは俺はいいと思った。このこれなんていうの、これジャケットやろ。うん、ジャケットの下がパーカーっていうの。パーカー、そう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 、それは俺も知ってるよ。知ってるよ、うん、どういうこと。パーカーを知ってるよ。じゃあ合わせ方、合わせ方、そうそう、知ってるし、うん、俺もやるし、そういうの。でも松陰寺さんジャケット着ないでしょ。ジャケットはやっぱちゃんとした時に着るから。ちゃんとした時、うん、その会合とか、うん、俺いつもちゃんとしてるから、うん、俺いつもちゃんとしてみたいな。俺コンビニ行く時もちゃんとジャケットとか。マジ？キングカズみたいにスーツ着てる。俺この前コンビニ行く時みたいにスーツ着てるの。スーツ。バカじゃないのか。ピカピカの靴履いてる。俺この前コンビニ行ったら右と左靴違ったんだけど。すいません。というわけで、はい、またファッションたまにやります。はい。どうも。今回は松陰寺さんでした。はい、ありがとうございました。どうも。